た焼き鳥。ランチタイムで店探してたらちょうど日本のねお店があったんで、ここに行ってみようと思います。ちょうどね雨も降ってきたし、いいタイミングでしたね。ランチもある、焼肉屋かな。ランチもあるじゃん、いっぱい。いろいろありますよね。え、定食もある。おいしそう。結構本格的、なんか美味しそう。ただねちょっとねランチで焼肉は今日はいいかな。今度また焼肉食べにね来たいですね、別で。今日はもう、うん、軽くランチで。あー、こういう感じね。いい感じじゃん、美味しそう。あ、お好み焼きとか食べたいな。寿司もある。なんかねオーナーはね日本人のね夫婦らしいです。ちょっと僕も直接は知ってるわけじゃないんであれですけど。うわ、刺身いいね。飲むかな、日曜日だしね。飲みたいね、マミ。飲みたいね、ハイボール。飲む。ちょっとビールとね、ちょっとこういうの食べたいね。わ、焼き鳥もある。うわ、焼き鳥ある。やっべ、テンション上がってきた。一人でうまそう。アジ焼き定食。うわ、出た。ホッピーまで置いてるわ。やっぱこれ日本人ターゲットにしてるからかな。初めて見たかも、フィリピンのお店でハイボール置いてるところ。角ハイ飲めんじゃん。日本酒も置いてるし、決めた、俺角杯だな。はい、乾杯。イエーイ。久しぶりだな、こんなハイボール飲むの。本当にハイボールなのか。あー、うまそうだね。ハイボール、濃いめ濃いめだな、これ。美味しいけど。はい、二人乾杯。はい、スローリー、危ない。来た、焼き鳥。フィリピンじゃね、いつもねチキンバーベキューっていうのをね食べてるけどね、焼き鳥はねマジ超久しぶり食べるよ、マジで、うん、フィリピンって初めてじゃないかな。やっぱフィリピンっぽいのはこのね、辛み、間違った、カラマンシーやね。カラマンシーってね、まあ柑橘みたいな、なんかねカボスに似た感じのやつですよ。これがねまた美味しいんですよ。いただきます。うんま、最高。うん、まあでもねこれ1本ね200円ぐらいするんですよね、この鶏皮も。まあちょっと贅沢な焼き鳥ですよね。うん、うまい。うん、最高。焼き鳥食べてみて。わー、これリモンつけた。うん、つけたよ、カラマンシーでしょ。いただきます。うん、おいしい。日本と一緒。どう、ハイボールクイッと最高。飲まんのかい。飲まんのかい。よいしょ。いいね。ひかりの餃子食べていい？うん、いいよ。ひかり、ダディ、一個ちょうだいこれ。No。 プリース、プリース。ひかりのって言ったね。ヤミー。はい、何、何、乾杯。乾杯。うまっ。最高。最高。非正、あ、非正、
最高最高イエーイイエーイ、お好み焼き来ました。やばいね、久しぶり食べるわ。すいません、普通に日本語言ってた。サビリニャハイワンハイボー、ワンツナ刺身。いやー、たまには英語を使います。ちょ今ね、マジで本当に素で日本語ですいませんって言ってしまった。うん、けど気づいてくれたね。うん、はいって言ってくれた。さすがやね。彼女が日本語を喋れるんじゃないかなと思って、さっき思った。ちょっと分かるね。うん、じゃあとりあえずおかわりいただきました。ちょっとお好み焼きいただきます。あ、切れてる切れてる、最初から。いただきます。さて、お味の方は、うんうん、うん、おいしい。うわ、久しぶりお好み焼き食べた。うまいわ、おいしいわ。マサラ、マサラ。あ、これおいしそう。いただきます。あ、鰹も入ってます。いただきます。鶏が、うん、美味しい。本当に重大なし、美味しいです。来た、マグロ刺し。これ400ペソだけ、850円ぐらい。うまそうじゃない？醤油？これか。キクマナ。コクうま醤油ですよ。わさび。食べよう。このわさびはいい感じで。こんな感じ。うわ、美味しそう。うん、おいしい。うまい。ほんま。うん、マグロ。そう、マグロ一番好きだっけ。一番好き。そうやね。おいしい。しっと最高どうすか、おいしかったですか。おいしかったです。また行こうね。いや、しかもまた、うん、行きたいです。じゃあ今日はこの辺でじゃあみんなバイバイ。バイバイ。Bye-bye. Bye-bye.